吉田さんお疲れ様です。吉田さんもね、借金ボカーンとあったのをしっかり返して、その上でもうお父さんお母さんに報いてるというのはさすがですね。やっぱりね、そう来なきゃって思いますよ。確かに車1台分の何から何までの経費を込みで車をプレゼントってすごいですよね。だってなんかその昔テレビでね、なんかダーツみたいなのがあってたわしをもらったりするなんか番組があったんですよ。フレンドパークってやつですか。あれでパジェロもらえるって言っても、もらった方も困りますよね。パジェロの維持費、駐車場代、ガソリン代、それは自分持ちですから、もらって帰って金がかかるみたいな感じになりますよね。まあ、そこ行くと吉田さんもね、車プレゼント、ね、ベンツプレゼントした上に経費全部俺持ちみたいな感じでね、クレジットカード渡して何から何まで支払ってあげるって、これなかなかできることじゃないと思いますよ。っていうか、そこまで来れるんですよね。思い出すな、 4,5 年前でしたっけね、吉田さんが一本立ちして、それからドマイナスから始まったところ私も見てますけども、このね 4,5 年でここまで来れるという一人の人が、目の当たりにさせていただきました。で、私の印象としては、吉谷さんはカメラの前で喋り始めたこの私の映像を見ている人よりも、私は確実にバカですと。私は漢字も知りません、暗算もできません、ですんで全ての講義はひらがなでやらせてもらいますみたいなね、ここまで来たかみたいな。でもまあ、ビジネスの話っていうのはすごく染み入るものがあったりね、参考になることがあったりとかして、決してよいしょするわけじゃないですけども、まあ、吉谷さんっていう存在がいたから私もここまでやってこれたなというふうに本当にこれは思いますね。で、何よりも私はね、このね、ビジネスとか人生、それから他のことも込みで、車のこともそうですけどね、あらゆることを総合してここまで気の合う人間がね、世の中にいるのかと思いましたね。でもまあ日々べったりしてるわけじゃないし、年に1回会うか会わないかっていう存在だし、なんかね、不思議なもんですよね。まさに我々は若くはないですけども、でも若い人よりもコミュニケーション能力には長けてるんじゃないかなと思うぐらいですよね。まあ、この辺にしまして、私のことを申し上げますとね、やっぱりね、まあ、私もね、両親に小遣いずっとあげてるんですよ。でも残念ながらそのぐらいしかできません。もう思いつかないんですよ、何も。で、その他にね、ご縁のある方とか、まあ、家族っていう単位で考えると、私はね、家族以上に大切にしなきゃいけない他人はいないと思ってるんですよ。だからもう本当にそこにシンプルに生きてますよね。家族のことを優先して他の人はもう無視してもいいぐらいですよね。それこそあなた方は知りませんと、のたれ死にしてもいいですよみたいな、そこまでひどいことは思いませんけども、極端に言えばそういうことなんですよ。でも多くの方は家族をないがしろにして、なぜかね、それ以外の他人にものすごく熱心なんですよ。それで本当にいいんでしょうかと思いますよね。もちろん外面がいいっていうのは必ずしも悪いことではないと思いますけども、でもね、やっぱり自分の人生って結局は自分から始まって、最小単位家族ってものしか結局はケツを拭けないと思いますし、見とれないと思うんですよ。で、あれですよね、ヤクザみたいな関係になればね、違いますよ、血を分けた兄弟みたいになるんだったら。でも結局は自分のできる範囲で良心的な友人関係、仲間関係、職場関係だと思うんですよ。こっちの方がひどいと思いますよね。だからね、友達や知り合いや職場の人がお金に困っても100万円200万円貸せないでしょ、ね。まあ、それは家族に対してだったら返してもらうことを期待せずにできるわけですよ。この辺にやっぱり人間の正直さが出てると思いますけども、ただそこまで振り切れてはいないし、そういう発言もできないし、できればできる限りのことはしたいなみたいな、ね、よくわかんない言葉ですよね。できる限りのことをしますっていうのは本当にひどい言葉だと思いますよ、私は。ちょっと話が変なとこ行っちゃいましたけども、やっぱり生きてるうちだけなんですよ、結局は。で、何かをしてあげたいと思っても、結局ね、誰かが何かを誰かにできるってことは、まあ、ほとんどないんですよね。だから何かをしたつもりになってるだけでも、最善を尽くすっていうのはそのぐらいのことなのかなと思います。結局はシンプルに見える形で何か役に立とうと思ったら、お金に関することをできるだけ背負ってあげるしかないと思いますんでね。その中で、まあ、言い方悪いんですけども、ちんたらした金の稼ぎ方をしてる場合じゃないと思いますよ。そんなに余裕のある人はいないと思うんでね、この辺はちょっとね、昨夜ある人に2人ぐらいちょっと説教しまくったことが影響してね、今もちょっとホットになってるんですけども、そこまでね、偉そうにできるのかと、そこまで余裕の人生なのかと、現実お前は目の前の5万円が払えないでしょと、まあ、そういうことなんですよね。なのにお金に対して綺麗事を言ってね、解決できてないわけですよ。で、解決できてない問題をお金を払って人に話を聞いてもらってるんですよね。おかしくねえかみたいな感じですよ。お金に困ってる人がお金を払ってお金の相談事をぐちぐち言って、で、
せっかく解決方法をいただいたのにそれをしないっていう、ね、まさに無駄銭の連鎖ということでございます。だからせっかくお金を払ってアドバイスを受けたんだったらその通りにやってみてね。その結果をもってして金払ったのになんだこれ詐欺だっていう方がまだ勇ましいと思いますんで、実際やってみてどうだったかその結果をもってね、まあドリームアカデミアなり速稼塾なりを評価していただきたいかなと思います。まあ人はやらない、やらないってどういうことかっていうと、そこまでねお金に関して無責任なことはないと思いますよ。金の問題なんてねはっきり言ってね誰でも解決できると私は思います。ただその解決方法が人によって一人一人違うんですよ。だから自分に合った解決方法を模索しないといけない。もちろん100発100中じゃないんでね、100トライして100エラーかもしれないけども、でも挑み続けるしかないじゃないですか短い人生の中で。であっという間に人生終わりますからね、あっという間に40、50になるわけですよ。だからそのあっという間の40、50の中でその短い時間の中でどれだけのものを詰め込めたかってことなんですよ。あっという間に時間が過ぎる中でねちんたらしてる暇はないということなんですよね。本当にねもう誰を見てものんびりしすぎだろうと特にねお金の相談しに来る人はそんなのんびりしていいんですかと思っちゃいますよね。いやーね吉田さんでも本当すごいですね、 4,5 年でこれっていうのは。私もだから8年前の自分、10年前ですかね、10年前の自分に言い聞かせてあげたいですよね。お前は2年後人生が変わるとだからそのままやれというふうにね。もしかしたら8年前の私に、でも8年後の私がね、今の私がね、なんか降臨したのかもしれないですね当時ね、うん、まあということでちょっと長めに話しちゃいましたけども、ネットビジネスを選んでよかったこととしてまとめさせてもらいます。いってらっしゃい。